おそらく20分ぐらいかかるのかなと思うんですが、まあ、その前に大きな揺れあるわけですから大丈夫わかると思うんですが、それである程度避難しましょうということになって、津波警報が発表されましたので、直ちに会場内から港公民館方面の高台に避難してください。出店者の方々はお客様の避難誘導を行った後、避難してください。ここまで来ても十分その本当に直下のところで津波が発生したとしても、まあ、十分逃げる時間はあるだろうということですね。あとはだからその高校のお客さんも含めてですけども、人たちがその常に危機意識を持って朝一に来てもらえばということになりますよね。そうすれば十分その安全対策が取れると思います。